サンドーランデゾテルは、フランス、ペードラ・ロワール地域県、メーヌイコール・エイコール・ロワール県のかつて存在した、コミューン。猛獣地方北部にあり、サンドーランデゾテルは、アンジェとなんと、それをつないでできる三角形の中心にある。60キロメートルの距離があるアンジェよりも、30キロメートル離れた南んとからの影響を受けている。県南西部にある、サンドーランデゾテルは、 大きな主要道の交差地点にあたる。ラテン語の名前エケレジア・サンクティ・ラウレンティ・デ・オルタバスが1100年から1200年の間に記されている。1538年にはサンドーラン・デ・オールティアーズと記された。デ・オールティアーズ、またはデ・オテルは母教区に依存した格下の礼拝堂を示す。そのためサンドーラン・デ・ゾテルは娘教区、または ドラン教区に隣り合う分子であった。ドランの教区司祭が、教会や墓地で政務を行っていた。サンドーランデゾテルは、ドランと同様に、なんと司教座に属し、クリソンの司祭区に入っていた。市民生活の点では、アンジェのセネシャルカンクに属し、サンフロランイコールルイコールビエーユの死を貯蔵区に属していた。地元民の言い回し、アンジューの悪魔、そして、 ブルターニュの前期心で伺えるように、その差は歴然であった。町はまた、歴史に重い代償を支払った。フランス革命では、近隣のすべてのコミューンと、同じく、地獄部隊がサンドーランデゾテルを訪れた。兵士たちは、町の中で分散し、教会や住宅のほとんど、そして農場に火をつけた。彼らは燃やし尽くした挙句に、住民たちを虐殺した。 230人の犠牲者のうち、71人が子供、66人が女性、93人が男性だった。1878年、犠牲者を埋葬した墓穴の上に、追悼のための礼拝堂が建てられ、1879年6月、アンジェ氏教、フレッペールが祝福した。2014年、自治体関連号に加盟するすべてのコミューンが、合併して新たに、 コミューン・ルーベルとなる案が浮上した。2015年7月1日から8日にかけ、自治体間連合内の全コミューン議会で、コミューン・ルーベルである、オレダン創設を可決した。ソースイコール1999年まで、LDH、イヘス、カジニー、2004年以降 i NSEE。ありがとうございます。